てっきり夏休み明け恒例の転校生が来るかと思いきや今回は来ないんだな。能力者っすよあの子。女なら誰でもいい。お前が。いや能力者の方に驚いてくださいよ。ごめんなさい、床にバナナの皮が落ちてて。知ってる。そもそも最初から変だったんだ。あれは昨日のホームルーム。おいちょっと待て。え、なんすか。そしてついに転校生がやってきました。入ってきた転校生を見て全員静まり返りました。けど不幸中の幸いか肩から出血してたので血で自分の名前を書いて事なきを得ました。席に向かう途中うんこを踏んだり散々でした。その前に教室にうんこが落ちてる理由を説明しろ。まあそれでひーちゃんと話したら。なんだ二人早速仲いいわね。このままじゃ命が危険なんすよ。サイキさん助けてください。やっと現在。ははー、クソこれ好きショー。サイキー。では行きましょうか。ドジ。はい、さっきもバナナの皮なんか踏んで転んじゃうし、さっき科学の先生に薬品を持ってくるよう頼まれちゃって。あーごめん、やっぱ急用思い出した。帰る。サイキさん。私もいるし。薬品は僕らが渡しておいてから早く出ろ。はい、そうします。キイちゃん早く出ろ。ガラスの反射じゃ見にくいからちょっと取らして。ほいほら、やっぱり私もみんなも失踪出てる。とにかくこんなところにいられるか。俺は自分の家に帰る。思ういらないな。ない。まあ失踪が出ても死ぬとは限らないけどね。一般的に現役で置いてあることはまずない。あれー、ちょっと待って、動かないですか。ここにあった薬品どこにいたのかしら。吹き飛ばしたよ、お前がな。サイキさん。私は昨日2組に転校してきた鈴宮ひーです。じゃあ僕は黒板消しをボーっていうやつで綺麗にする仕事があるからこれで。転んだりするし。うわ、これだって言ってるだろ。いい加減にしろ。ニコ、なんだか本当に仲良くなれるかも。仲間意識持ってんじゃない。何持ってたんだてめえ。ちょっと音と衝撃波発生したが大丈夫かな。あ、ガチで上がってんよ相性。本当よかったね。チーは前見た時 2% だったもん。上がってくる。超ガチに並べ。ああ、これもうすでになってる。あいつはいい、信用ゼロだ。とにかくそういうわけで。やだ、ご指名ありがとうございます。ミコトですっと。なんだここは。変な店と勘違いしたことを詫びないとな。ここは占いの館だ。近所にやたら洋物の酒瓶を窓に並べてるうちある。多分そこに保護され系かな。こいつ占いの回答が具体的すぎる。探し物見つける得意。その力我々の組織お前必要。マジごめん、私の考えが甘かったわ。これからは気をつけるよ。うん、やっぱり犬かな。猫も好きだけどね。佐藤君、相変わらず普通、中間で標準的で多数派の常人だ。対して高橋はただのなり。これは大変な事態だぞ。いいちゃん、周りを巻き込むワットラッカーだしね。ああ、そう。さあ、どうなる。じゃあ、そうか。このクラスは鈴宮ひーが転校してきたせい、全体的に運気が下がってたんだ。危ない。僕も驚いた。だが考えてみればありえない話でもない。佐藤君の普通は周りに影響を及ぼすことはないが。なんだ先生か、びっくりさせないでよ。おいおい、びっくりしたのは僕の方だよ。面堂君、やっぱりこいつか。どうしたらいいんだ。退学でいいんじゃないか。退学で。いつも顎を腫らしている。おそらくアッパーの練習台にさせられてるに違いない。自前だぞ。小安君は生活態度も真面目で礼儀正しい。しかし実は前の学校では不良だったなんて可能性。カイドウ君と小林君。お、降ってきました。いくら何でもハイロ君までいじめに加担しているとも思えないし、いじめを止めないはずもない。あのハイロ君までいじめに加担していたなんて、それに気づかない僕は教師失格だ。閉鎖された場所からヒントを頼りに謎を解き、脱出を図る体感型イベント。その辺の雑種犬連れてった方がまだ活躍しそうだな。あ、佐伯、考えないと。このグループから脱出する方法、瞬間移動で即脱出できる僕に脱出ゲームなど茶番でしかない。携帯も圏外だ。どうやら俺たち閉じ込められたようだぜ。このエレベーターにな。あ、いやほら、カイドウ君の案内でここまで来たけど、そういえばカイドウ君って方向音痴だったなと。こうなっちまったら慌ててもしゃあねえべ。とりあえずどうすっか考えようぜ。あのエレベーター昔から壊れていたのがたまたま起動しただけで、復元能力でもダメだ。上の扉も閉まってるし、仮に相手はあんな狭いところ通るねえな。おい、あの扉の下に何か。もちろん僕がやっている。すげえアイロン。これで外界と繋がる。さっきの野犬だ。チップスの匂いに集まってきたんだ。私も基本的に出不詳ですけどね。最近はめっきり寒くなりましたし。それに行きたい場所も特にないですからね。ごめんなさいね。あのまま一日中ドアとお話しするところでした。本当に一日中いそうだから怖い。そうです、お漏らしの子です。いや、漏らしてみるもんですね。漏らしてみるもんですねじゃないんだよ。クソ君は人の心は見えても人の本質までは見えてないんですね。来週も見るか。しかしせっかく遊びに来たのにテレビを見るのも退屈だな。簡単だ。千里眼で一番勝負師っぽいやつに乗っただけだ。クソ君がここまで子供だと読めなかった私のミスです。な、人のケーキを欲しがるお前の方が子供だ。める。行くぞ。千里眼プラステレパシー。範囲拡大。教官だ。次は絶対に教官が来るんだ。教室に戻ってきただけでまさかそれが全部ひーちゃんにかかるなんて。いいの、気にしないで。教科書も僕が見せるよ。席隣だしさ。うわ、全然取れないな。あ、トリツカ君。いや、久しぶりだ。ごめん、トリツカ。本当悪い。今日の放課後、俺とデートしない？なデートだって。放課後は予定があって。あ、いいよ、こっちは気にしないで。俺もちょうど買いたいもんがあって。二人っきりじゃないのか。ごめんなさい。大丈夫、トリツカ君。ああ、大丈夫。干渉に浸ってんじゃねえよ。
普通に逃げただけだろう。ひーちゃんの不幸の原因が分かりましたよ。守護霊があんなんだからっすよ。よっしゃ、不運さえなければひーちゃんは俺の。僕はまだやるとは言ってないぞ。酒がねえよ、何もやる気ねえよ。いつも急に来るだろ。帰宅途中のクソ君に都合を聞いておくことができたのは何とも好都合。いや、トリスカの霊能力を僕経由でお前にも伝えているんだ。その矢自体も古そうですが、何よりも古そうなのがふんどしですね。おめえ汚ねえふんどししやがんな。緩む切ってなんかはみ出してんじゃねえか。無事に左脇腹町に帰ってきたのだった。まあ風呂にでも入ってきた感じだけど、供養したらどうだ。ああなるほど。トリスカの下駄は急いで供養された。そしてもう安心していいな。どういうこと。はあ、学園一の美少女寺橋さんと2年寝てた。同じクラスだからだよ。おいおいシュン、朝から物騒だ。さらに金持ちの独裁者最後。今までは超能力で抗っていたが、それがなくなった今。なんか話があるって言ってたけど、結局何だったんだ。佐伯くん。だから突然声をかけるのはやめろ。しまった、調子に乗って見過ぎた。どこにしたの。私はもう提出したけど。これは慎重に選ばないと。じゃあカナダの政治と社会について調べましょう。はい、だと思った。私と同じ班になるためにあんなに真剣に考えてたのね。しかも二人っきりなんて。これか。いやこれも違う。これっていうか紛らわしい本多いな。だから空中浮遊も使えないんだっつうの。何をやってるんだ僕。テルハイさんはおめえなんか相手にしねえんだよ。なれなれしくしないでよね。佐伯くん本あった。どうに最高だよ佐伯くん。面白いって一体何話してたのかしら。カイドウくん、このまま喫茶店行って続きやろうか。あ、いや俺この後塾があって。まだ終わんねえのか。俺っちはもう終わったぜ。邪魔。俺これがアメリカ。テレパシーがないとはいえ、この僕が奴らの企みに気づけないとは。何だ。図書室ではお静かにお願いします。大丈夫、怪我してない。しかしびっくりしたな。簡単に倒れるような本棚じゃないと思うけどね。私とジャビーが産んだ奇跡。終わったのでちゃってんじゃん。感動。どこの誰かも知らない他人の犬の病気が治っただけで。やあ凡人のクソ、お帰り。話がある、ちょっと来い。超能力は二度と使えなくなる。普通の人間なら超能力に耐えうるため、筋肉や脳の構造が普通に変化していたとすれば、感情を高ぶらせたり間違っても超能力を使うなんて思っちゃいけない。右利きと左利きでは脳の構造が違うという話もある。気のせいだ、考えるのはよそう。へっ、やっぱ相棒は気づいちまったか。佐伯くん、あの後どこか痛くなったりしなかった。でもよく考えたら私もカイドウくんと同じ塾に行ってたし。まさか図書館に眠る竜の禁書を狙うダークユニオンの犯行。あるわけない、今のは幻覚、断じて千里眼じゃない。もうなくすなよ。悪い悪い、最近も見つけてくれてありがとな。トリスカは透明化しても見えるんだった気もしなくもないが、いや、やっぱりいたずらだ。え、誰って誰のこと言ってんすか。いや、やっぱなし、何も見てない。まさかこいつ、まさか超能力が戻ったんすか。なんで嬉しそうなんだよクースケ。あれ、本当に超能力が戻りかけてるんだね。それが夢だったもんね。それで平穏に過ごした感想は。隕石です。たった今政府から巨大な隕石が落下中との発表がありました。外の方は今すぐ室内。無理だ、机などの下に。僕にはどうすることもできない。いつまでも入れまま知りたくですよ。まあこんなん占いにないんだけど、あの規模の小惑星が地球に激突した場合想定される被害は。私そんなの絶対認めない。最近にまだオープンって言わせてないの。どうやら僕はめんどくさいのが好きなのかもな。やれやれ。